じゃあいきますよ。危ないな。大丈夫ですか。大丈夫かな。いきます。3、2、1。はい、それではですね、福島大会2024、福島大会無事終了しました。お疲れ様でした。毎年ですね、全国から、主にですね、ロードの、猛者が集まってくる福島大会、見事にですね、制しましたのは、ビブナンバー1番、吉澤恭平選手です。おめでとうございます。吉澤選手、福島大会をですね、まず選んだところから、そうですね、ラストサムライは、去年おととし群馬の上野村の方で出てたんですけど、今年亡くなってしまったの で私はもうトレイルをやらないので、ロードのオンリーのところで福島っていうのと、おそらくロードの強豪選手が集まるであろうと思ったので、もういち早くエントリーしました。多分皆さん気になってると思うんですけど、名前がアルファベットの時、何かこう意図があった？いや、全く意図はなくてですね。あ、そうですか。はい、あ、私はもうてっきり世界標準、はい、なんか世界の標準とか、そう、揶揄されてますけど、打ち間違いですということで、すみません。ニューヨークミスト、ニューヨークミスでございます。それが、実態の、そうです、ごめんやんだけど。それですね、52ラップという素晴らしい結果だったんですけども、どの辺で、じゃあ一番つらかった、つらかったのは、そうですね、やっぱり夜の夜間、やっぱ睡魔に襲われる時間帯ですかね、特に2番目、2番目ですかね、が一番、睡魔を耐えるのがきつかったです。雨がね、結構、どの会場も行ったと思うんですけど、雨の対策ね、いろんな他の選手も苦労したみたいなんですけど、雨はですね、私得意なんですよ、実は。普通のマラソンとか、ウルトラとかでは雨のレースで結構記録がいつも良くて、寒くて極寒で豪雨とかは大好きです。それじゃあですね、今回のこう素晴らしい選手が、いっぱい集まった中で、吉田選手なりのこう勝因っていうか、ここがやっぱり、調整も含めて、事前にオーストラリアのバックヤードなんかも経験されて、オーストラリアのバックヤードは、いつ頃開催されて、ですね、8月の頭に、今年そうですね、オーストラリアの西部のパースというところの郊外で行われて、もう200人規模ぐらいですかね。オーストラリアのサテライトに出てる代表とかも出場してる大会で、ちょっと海外の強豪と戦いたいなっていうのと、あとサテライトに出るためにアットラージリストのために出場したんですけど、かなわず、36ラップで、ベスト自体が36ラップなんですよ、去年の上野村も。同じ36っていうのも、実は今回ちょっと超えてほっとしたなっていうのがあります。正直、そうですね。で、今回見事に36から52ってことで、一気にラップ数積み上げた感じですよね。ただちょっとラップ数は想定よりも低かったです。意気込みでもう80ラップって私たち聞いてたんで、それに合わせまして、スタッフの配置も、準備もね、80ラップで、それぐらいの準備はしてきたつもりなので、まだまだ走れます、今日は。ね、今もね、最後のラップも36分ぐらいですね。そうですね、まだまだ有り余るタイプで、いけたと思うので、アシストの田中さんがね、そうですね、ちょっと、かなり痛そうで、緑茶にも、ちょっと残念ですけど、福島で52ラップっていうのはですね、去年も同じ、北海道の桜庭さんが出されまして、福島の記録に
にならないということで、はい、そうですね、桜庭さんはすごく尊敬しているあの方で、はい、あのこの間のサテライトの方も、うん、あの桜庭さんの応援であの上野村まで行ってきたので、はい、あのいい報告できるなと思ってます、うん、はい、じゃあですね、あのラストサムライ福島を、ね、獲得された、吉田選手、今後のですね、はい、この、サテライト、サテライトの、バックヤードルフィンの、はい、吉田さんなりの目標ともあれば、はい、ちょっと聞かせて、そうですね、やっぱり、はい、まあ、今年サテライトあります、うん、来年リュードビックス、はい、まあ、また再来年リュードサテライトがあるので、はい、やっぱりそこを目指して、はい、あのまあ、ラストラスサムライだけじゃなくて、ちょっと海外の、あのルールバックヤードもエントリーしてたりするので、はいはい、あの日本のレースだけじゃなくて、海外のバックヤードも積極的に出ておこうと思っています、はいはい、ね、あのちょうどコース上でもちょっとお話しさせてもらって、はい、そのオーストラリアのバックヤードがその2、300人規模で、そうですね、はい、日本とはちょっと規模感が違うなっていうのがありますので、はい、お父さんが走って、お母さんは 5、6ラップで終わって、はい、で、あとは家族で応援して、そうですね、はい、家族連れで来てるのがなんか印象的ですね、はい、いろんな家族でバーベキューなんてやつ、そうですね、はい、そんな、ね、感じの、はい、日本の、ね、バックヤードも、それも会場も多分大盛り上がりになるんじゃないかなと思うので、うん、はい、吉田選手はそれです、ね、あの日本のバックヤードウルトラのためにあの海外のバックヤードウルトラをいっぱい見てきてもらって、はい、いいところを吸収して、あ、普及活動になればと思います、はいはいはい、それではですね、じゃあ、あの福島のバックヤードを制しました、吉田恭平選手に、インタビューさせてもらいました、今後の、吉田選手のご成功、福島の、ね、スタッフみんなで応援してますので、総勢30人ぐらいスタッフいますので、はいはい、もう大変あの素晴らしい体制でお世話になりました、はい、ありがとうございます、みんなで応援してますんで、はい、次のバックヤード、海外ですか、次は1月に台北の方で、台北、はい、スポッキをする予定です、はい、バックヤードです、はい、みんなで応援してますんで、はいはい、ぜひあのアットラージに乗っけていただきまして、はい、台北ヤード50人以上、はい、こう出してもらって頑張ります、はい、アットラージを出して、はい、で足りない時はまた福島に来てもらって、足りない終わりました、はい福島の出場を吉田さんは約束してもらいましたので、この辺でインタビューを終わらせてもらいたいと思います、では吉田選手おめでとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、今後の方で失礼します。